そっか、こうすればもっとうまくひっくり返せるのかも。よっと。美味しそうな匂いね、御岳さん。湊さん、お疲れ様です。どうしたんですか？少し休憩しに来たのよ。それ、御岳さんが焼いたの？これはまだ練習中なんで、開店までにはもっとうまく焼けるようになってますから。そう、じゃあその時にまた来るわね。はい。あの、湊さん、明日のステージ楽しみにしてます。お互い本気でやりましょうね。ええ、もちろん全身全霊で歌いましょう。